ズバチャンネルへようこそ。いつもご視聴ありがとうございます。というわけで今回なんですけども、このチャンネルの視聴者の方ご存知かもしれないんですけど、私この YouTube チャンネル以外に TikTok もやっておりまして、いわゆる TikToker なんですけど、といってもまだ動画8個ぐらいしか上げてないんですけど、その8個の中の1つの動画が大バズりをしまして、タイトルにもありますように現在180万再生ということで、どえらいことになってます。大バズりって言ったら聞こえはいいんですけどね、プチ炎上って言った方がいいかもしれません。まあご覧になられた方もいらっしゃるかもしれませんけども、なられてない方のためにまずこちらでお見せしたいと思います。こんな感じなんです。意外と知られていないバーでの NG 行為参戦。1つ目、バーテンダーに向かってバーテンさんと呼んではいけません。バーテンはバーテンダーを略した言葉ではなくて、バーと風天を掛け合わせた差別用語なんですね。呼ぶときはバーテンダーさんとかマスターとか呼びましょう。2つ目、バーで乾杯するときグラス同士を当ててはいけません。 NG 行為です。バーでは高級でデリケートなグラスを使用していることが多いです。ちなみにうちのバーで最高のグラスは1脚2万円してます。なのでグラス同士を乾杯の時に当ててひびが入っては大変です。3つ目、初来店で私のイメージでカクテルを作ってくださいというのは NG です。バーテンダーは占い師ではございません。ある程度のお酒の好みを伝えましょう。というわけでこんな動画でございます。意外と知られていないバーでの NG 行為参戦ということで上げさせてもらいました。コメント欄があれに荒れました。もう例えば2000コメントぐらいいただいてまして、すごいことになってるんですけど、そもそも私がこの TikTok をやった理由というかきっかけなんですけども、TikTok というのはかなり幅広い層が利用してます。もうそれこそ中学生ぐらいからもう60歳70歳の高齢者までね、利用されてるらしいんですけども、最近もう若者のお酒離れっていうことがよく言われます。さらにはまあバー離れみたいなね、バーはなかなか敷居が高いみたいなこともよく言われるんですけど、でそういう方に向けてお酒をもっと気軽に、そしてもっとバーを気軽に考えてほしいなという思いで TikTok を始めました。当然未成年者の方もたくさんいらっしゃるので、20歳になったらこういうバーにぜひ来てほしいという思いもあったので、でバーにはいろんなルールがありますよということで、手始めに NG 行為参戦ということでお送りをしたんですね。若い方、バーに行ったことがない方が結構いらっしゃるので、ルールがありますよって言うた時点ですごい拒否反応を示されました。でそういうコメントがたくさん来たんですね。ただそのコメントに対して、いやそうじゃないんだよみたいな肯定的な方と否定的な方が入り乱れまして、コメントがですね、肯定者否定者で大荒れになってる状況でございます。まあ、いいのか悪いのかで、まあ、TikTok の場合そういう風に再生回数がどん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 上がってくると、いろんな方のおすすめに乗ってくるんですね。これ YouTube とも同じシステムなんですけど、で今回は大バズりしたその NG 行為3選をもう少し詳しく解説しようかなと思います。なぜ TikTok っていうのは1分しかないので、1分ではなかなかですね伝わらないっていうことがあります。というわけで改めて意外と知らない NG 行為3選の解説をしていきたいと思います。1つ目なんですけど、バーテンダーのことをバーテンと呼んではいけませんよという話。バーテンっていうのは差別用語に当たりますよということで、まあ、これもバーに関わっておられる方なら多分ご存知だと思います。バーと風天を掛け合わせた造語なんですね。まあ、風天っていうのは定職を持たずにフラフラしている人のことを指します。まあ、今そんな方いらっしゃらないんですけどね、まあ、昔はそういう方もいらっしゃったということで、まあ、風天の寅さんとかね、映画もあるんですけど、昔バーテンダーをやりながらもいろんな店フラフラして、まあ、チップで暮らしてた人がたくさんいらっしゃったらしいんですね。その頃からその言葉がバーテンという名称が出てきたらしいんです。なのでベテランのバーテンダーさんなんかはやっぱりこのバーテンって呼ばれるのに抵抗感があるようです。実際ベテランの方にお伺いをするとやっぱそれは言っておられました。なので、まあ、頭の片隅にそういうことも入れといてくださいねという意味でお伝えをしました。まあ、ちなみにだったらバーで何て呼べばいいんですかっていうふうな質問もたくさんあったんですけど、バーテンダーさんとかマスターとか店長さんとかそんな感じでいいのかなって思います。2つ目は乾杯をするときにグラス同士をチャリンと当ててはいけませんよっていう話なんですけど、 TikTok の中で私が言ってました、当バーでは最高は2万円のグラスを使用してますっていうお話をさせていただいたんです。それがこちらでございまして、これリーデルのソムリエシェリーっていう
グラスでございます。まあ、シェリーを飲む専用グラスなんです。当バーではシェリー系の少し高級なウイスキーはこちらの方でお召し上がりをいただいております。このグラスなんかはハンドメイドなんで非常に薄く作ってるので本当にグラスを強く当てるとすぐにひびが入るようなものなので気をつけましょうねということでお話をさせていただきました。でもついついね当ててしまうんですけど、バーではねそれはもうちょっと気をつけていただいた方がいいかなと思います。3つ目なんですけど、この3つ目がね結構コメントでも炎上してました。3つ目は私のイメージでお酒を作ってください、カクテルを作ってくださいというのは NG ですよということなんですけど、これ結構誤解がありまして、バーテンダーっていうのはこのイメージでカクテル作ってくださいっていうと大体皆さんできはります。ただですね、初めて来られた時にそれを言われた時にバーテンダーは非常に困るんですね。何が困るかというと、そのお客様がどういう状況でお酒を飲みに来られたかというのはわからないです。防止術を持ってるわけではないので、直前で来られたのか食後で来られたのか、そして酔っ払って来られてるのか一杯目で飲まれるのかで、アルコールが強い方なのか弱い方なのか、そしてさっぱりしたものがお好きな方なのかどうなのか、炭酸が得意な方か不得意な方なのか、アレルギーがあるのかないのか、当バーでもランパルクを使ったカクテルっていうのがあるんですね。なので卵がダメな方はそのカクテルは出せないので、やはりそのあたり全てヒアリングをしてから出させてもらいます。なのである程度のヒアリングをさせていただいてからでしたらそれは OK なんですね。なのでいきなり私を見てカクテルを作ってっていうのは NG ですよという話でございます。常連さんの場合はそれは別です。常連さんの場合は私でも大体その方の好みなんかは分かってるので、お任せするし作ってよって言われたら大体その方の好きなものダメなものっていうのは分かってるのでお作りをします。という意味で3つ目はそういうイメージでいきなりカクテルを作るの NG ですよっていうお話をさせていただきました。まあコメントの中にはね、バーテンダーやったらそれぐらいできるでしょうみたいなコメントした方結構いらっしゃるんですけど、まあそれに返そうと思ったらバーテンダーの方がですね、まあ助太刀をしてくれたというか、コメントで私が今答えたようなことをこの方たちにお説教するようにですねコメントをされてました。本当にありがたいなと思ったんですけどね。まあそんな感じで3つ挙げさせてもらうとですね、本当にいろんなコメントいただいて、まあ楽しいなとは思いました。もしよかったら私の TikTok 見ていただければと思います。バーの NG 行為って、まあ、この3つだけじゃなくてもっといろいろあります。もう挙げればキリがないんですけど、例えばナンパ目的でバーに来るのは NG ですよっていうことなんですけど、ただバーっていうのはまあカウンターで飲むのが多くて、まあ、たまたまそこで知り合った男女が仲良くなる、これが OK ですよっていうのは以前の動画でもお話をさせていただきました。もうケースバイケースなんですね。あちらのお客様にお酒をみたいな、あのドラマでよくあるあのパターン、あれも基本は NG なんですけども、バーテンダーとそのお客様とのやり取りの中でそういうことをしていいですかって言われて OK ならばそれは OK。 やっぱりその場の雰囲気っていうのがあります。なのである程度のルールを頭に入れてバーを楽しめばいいかなと思います。まあバーに限らずね、飲食店ではある程度のルールというかもう常識ですよね。常識があるのでそこを守っていただければバーは非常に楽しいと思いますし、そんなにハードルの高いお店ではないので、本当に気軽に行かれたらいいかなと私は思っております。というわけで、この TikTok で大バズりしたことに関してざっくりと解説をさせていただきました。まあ、TikTok はね、この YouTube チャンネルほどは頻繁には動画は上げないんですけども、お酒の入り口としては TikTok も有効かなっていうふうに思います。もう最近はね、大きな企業も TikTok を利用されてるみたいで、なかなかね若い子がその会社に集まらないということで、その企業イメージを高めるために TikTok を利用されてる企業さんなんかも結構あるみたいです。というわけで本日は TikTok の180万再生したことに対しての解説をさせていただきました。これが参考になったと思った方はグッドボタン、チャンネル登録の方またよろしくお願いします。また Twitter、Instagram、そして TikTok のフォローもまたよろしくお願いいたします。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。ではまた。うちのウイスキーアドバイザー TikTok してへんな。アプリも入ってない。アプリも入ってない。俺の TikTok を、あ、知り合い何人か見たことあるね。それで知ったみたいだな。俺どういう顔してへんかなと思ったわ。なんか知り合いから自分のお父さんなんか TikTok で見たでって言われた時の地獄やな。どういう顔したらええんかなと思った。地獄やわ。
あ、ちなみにあの次男も次男の友人たちが私の TikTok 見てるみたいです。地獄ですね。というわけでおしまい。